ご注意ください。了解、山手線発車です。ドアが閉まります。お待たせしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。どうも、西田渡です。本日なんですけれども、来ました、こちらです。じゃんと、ライカの、アポズミクロン M35mm ですね。アスフェリカルっていうところで、約予約入れて1年弱ぐらいで到着しました。本当に一つのライカの終焉かなっていう感じもありますが、もうこれを待ち焦がれまして、まあ、やはり 僕アポズミクロン M50mm はね所有しておりまして、まあ、マスターレンズ、メインレンズですよね、まあ、もちろん M11 や、こちらの M10 モノクロームなどにねつけて、でバリバリに撮影してきてっていう、もう言わずもがなのこれ以上ないレンズっていうところ。その上でさらに今回こちらのアポズミクロン M35mm ですよね。こちらがもうまさに30センチまで寄れるアポズミクロンということで、もうまさにユニコーンレンズといいますか、まあ本当に見たことない、ほとんど持ってる人がいないんじゃないかっていうレベルでほとんど生産されていないことが予想されるレンズっていうところで、僕も、発売がですね、調べましたら2021年の3月下旬に発売だったと。それをすぐにね、ある程度で予約入れて、そしてこの YouTube のライブ配信中に予約入れて、多くの方々からスーパーチャットいただいてっていうところの思い出もあります。やっと買うことができました。その際にね、スーパーチャット投げていただいた皆様、本当にありがとうございました。やっとこさ来たっていうところで、そういった皆様の思いも乗せてこれから開封と、そしてまた後日にはなりますけれどもね、改めてレンズのレビューというところもまた別動画でやろうと思います。日本の YouTube ではこのアポズミクロン M35mm のがっちりしたレビューというところはなかなかないと思いますので、ぜひとも僕のこのチャンネルの方で、 YouTube チャンネルの方で動画楽しみにしていただけたらと思っております。まあ 何よりもね、やっと来た幻のレンズということで、僕もちょっとワクワクしてますね。このレンズがたどり着かなかったせいで、もうかれこれ 35mm、 ライカの M マウントの 35mm はもう5本6本ぐらい購入しちゃいましたので、これで約何本になるかな、ズマリット、ズミクロン、ズミルクス、そしてこれっていうところ。さすがに今回ね、これを購入するにあたって1個前のズミルクスはね手放しました。で、それを入れてこちらをも購入したっていうところで、とはいえね100万円を超えるレンズなので、まあまあまあっていうところです。まあ、値段は置いておきましょう。早速開封してみようと思います。こういった形で開けますと、まずはこちらですね、ペラが入っております。 M レンズっていうことでね、ペラのまあ説明書になるのかな、まあまあこういった感じで入っております。で、こちらはまあ 何かしらの登録っていうところですかね。こういった感じで登録関連の、まあこちらね、登録しておくと3年保証になるはずなので、今これが2年保証で、さらにもう1年追加で3年保証になるとか、そんな感じですかね。はい、まあこんな感じでサインも入っていてっていうところですかね。では早速真打ちっていうところですよね。こちら開けると、まあもう最近のね、このライカのレンズもサステナブル的な感じでシンプルですよね。非常にここに入っているっていう次第でございます。で開けますと、ちゃんとどのぐらいだろう、ああでも結構ずっしりきますね。とはいえそんなめちゃくちゃ大きくはないかな。はい、こんな感じでございます。ここが、あ、もう最初からこのタイプのね、これはこうライカ Q2 みたいな形と似てますよね。ここがねじ込み式のフードっていう形。まあそんなでも大きくないですね。だったらこのまま運用してもいいかな。僕は普段結構化粧リングで運用することが多いんですが、多分ここの中を開けるとおそらくは化粧リングあるはず、ありますね。だいたいここに入っているっていうところになりますので、化粧リングも入っております。まあこういった形と、まあこれが大体よく見ますよね。これを、まあ、この富士壺状っていうのかな、なんて言うんだろうな、まあこういった感じで開けて、まあこれのねキュッと締まり具合もいいんですよね。これと、まあ化粧リングを仮にねじ込むとするのであれば、ここにねバチッとここが噛み合うようにできてますね。さすがライカの技術。ここがもうドンピシャで重なる感じですね。これが、まあ、あでももちろんちゃんと
素手でと言いますか、開けることも可能ですね。ちょっとこれから考えます。このまんま運用するか、このフードをつけるかっていうところで、僕はどっちかというとね、短い運用の方が好きだったりするので、早速、あとは重さですよね。 320g ぐらいっていう噂ってんですが、なかなか交渉値でね、これ重さを乗せてなくて、ずっと重さに関しては気になっていたんですよね。外して化粧リング付きで乗せてみます。あ、でもいいですね。 297g、 こちらのフードも入れると、まあ、310g ぐらいっていう風になってますので、まあでもここの化粧リング外せばもうちょっと軽くなりそうですね。なのでとはいえ 300g 切ってたんですね。これ相当いい、やはり、レンズですね。アポ済みなのにちゃんと 50mm と同じぐらいの、重さにしてきている。そして K は伝統的な、ズミクロの 39mm をキープしてきているっていうことで、このね本当に、まあ、工芸品と言っても良いのではっていうぐらい、きちっとはまる、この素晴らしき。フード付けると308g ですね。なのでこれ一応ね 320g って書いてあったんですけども、どうやらちょっと誤差があったようで、いやこれやはりかなりコンパクトな作りになってるのかなと思います。他のレンズとも比べてみましょう。ライカの 35mm だけで4本、レンズがありまして、やはりまずはこちらが 35mm の、ズミルクスの FLE2、 この間出たばっかりの 40cm まで寄れるズミルクスですね、と比べますとこんな感じです。こちらがアポズミクロン M50mm っていうところで、はい、フード外した感じですとやはり大きさ結構違いますね。特になんですけども、こちらはやはり 46mm 径っていうところと、こちらが 39mm 径っていうところで、やはりね前玉の大きさが違うと。なのでやはり逆光体制も逆にこっちに比べると、フレアゴーストはもちろん両方とも素晴らしいんですけどもね、もうこのクラスになると非球面レンズ入ってるので、やはりちょっと前玉が小さい分やはりより良いのではないかと。あとはこちらズミクロンですね。でこっちがアポズミクロンということになりますが、やはりいかにこのズミクロンが小さいかっていうことも分かりますよね。前玉の大きさはどっちかというとズミクロンの方がちょっと大きいかなっていう感じはしたりしますが、いかがでしょうか。ほぼ一緒ぐらいですかね。ほぼ一緒ぐらいかな。そうですね、ほぼ一緒っていう風に考えても良さそうです。もう中に入っているレンズの枚数とか、使っている、いやさすがにレンズのね枚数っていうか、レンズのクオリティは圧倒的にこっちが非球面レンズの塊みたいなね、そんな感じだと思いますので、やはりちょっとレンズが多い分ずっしりくるっていう感じですかね。こっちがだいたい 250g ですが、こちらのねアポズミクロもちょっと K もそこまで大きくさせずに、ちょっと太いぐらいの K のの割には 40g ぐらいの大きさ、重さがでっかくなるぐらいで済んでるっていう、これもなかなか特筆すべきところなのではないかなと思った次第でございます。はい、そして最後はねこちらズマリットですよね。ズマリット、こちらは 190g ぐらいの重さで、あとこちらがアポズミクロン M35mm ということで、ズマリットはですね、こちら 46mm なので K としては若干どうだろうな、まあでもほぼ同じぐらいの大きさになってますね。アポズミクロンと、こちらフィルター径は46、こっちは39になってるんですが、ほぼ、共同の大きさは一緒で、長さ的にもほぼほぼ一緒で、あ、ちょっと短いですねこちらのねズマリットの方がね。ですが中に入ってるレンズの数が明らかにこっちの方が少ないので、その分だけ重さの違いになってる。 190g とこちらが 297g、 約 300g ってことで 100g ぐらい違うのかなと、そんな感じですね。はい、っていうところで、今がまだ、M11 がねちょっと修理に出しておりまして、今手元にないんですよ。なので今日は、M10 モノクロームにつけてご覧いただこうかなと思っております。つけた感じはこういった雰囲気ですね。いかがでしょうか。まあ、この富士坪型のねフードっていうところが、まあやっぱり特徴的になるのかな。やっぱアポズミクロン 35mm はね、でやはり特筆すべきはこう回転していって、すごいとんでもないところまで回転しますね。こちらご覧いただけますでしょうか。約30センチまで寄れるレンズっていうことになっているのでね、こちらのズミルクスはこういって40センチまで寄れるっていう感じなんですが、なんていうのかな、この回転する感じが、ここから爪がスタートして、こう回転してここまで行くっていうことで、相当やっぱりこの40センチから30センチまでの回転率が、ここが40で、ここが
30っていう風になるので、多分相当修差とかその辺の補正が大変だったレンズなのかなっていうところが予想されますよね。やはりここに関してはこっちに関してはここから、ここからここで終わってしまうんですけれども、回転がね、ここからこの回転で終われるんですが、角度的にはね、こっちはもう本当に、ここからここからスタートしてグイーンととんでもないところまで回るっていう感じで、やはりちょっとまたズミルクスも本当にこのレンズね、すごいレンズなんですが、いやちょっとこの近接性能含めてアポズミクロンですよね、これ非常に楽しみかなっていうふうに思っております。まあ今日はなのでたまたまここにね、もうすでにライカの 35mm が、まあ、ほぼほぼ揃っているような状態ですよね。ズミルクスの最新、そして一応こちらも、あ、これごめんなさい、これエルマリートでしたね、すいません間違っちゃいました。こちらがズミクロの 35mm ですね。なので雰囲気で言いますと、まあこんな感じですかね。ちょっと比べにくくなってすいません、こんな感じでっていうところで、強度の大きさ的にはでもそんな劇的に違うっていう感じはありませんね。重さ的にもね、やっぱり 250g とこっちが約 40g しか差がないので、明らかにね、うん、やっぱりそこまでの大きさ違いっていうのは感じない。コンパクトで相当写りがいいっていうところで、いよいよライカのレンズ沼っていうところ、最新のレンズ沼に関しては僕の中ではこれで一旦終了かなと思ってます。なぜかと言いますと、アポズミクロンの50と35が揃った、要は現代ライカのライカ社が今提案している最高峰の描写がこれで整ったってことになりますので、まずはここで一旦ね、僕の中ではもちろんアポズミクロンはまだ 75mm、90mm とかもあるんですが、まあテレ側の方は一回ちょっと置いておいて、あとワイドになりますと 21mm とかそういった世界もあるんですが、そこは一旦まあタイミングでっていう感じで、ですがやはりライカの M 型といいますと50と35、ここを知ることによってライカ社のまあ理念みたいなところが伝わってくるのかなっていうふうに僕自身も思っていたんですよね。なのでこれがいろいろとアポズミクロンがね、約1年ぐらいにの待つ時間で、ズマリットを買ったり、1個前のねズミルクスを買ってみたり、そしてこの最新のズミルクスを買ってみたり、そして、場合によってはフォクトレンダー買ってみたり、そして最近ではね、このズミクロンも購入してみたりというところで、特にこの、ライカの 35mm っていうものに関してはだいぶ僕の中で体感することによってね、レンズの特性っていうものがね血肉になってきたかなというふうに感じております。なのでぜひともやっと最後の砦であります、こちらのアポズミクロン M35mm ですよね。こちらを、M11 が戻ってきつつ、まずはこのね M10 モノクロームで試写してみようと思いますので、ぜひとも、今後もねこちらのチャンネルを登録していただいて楽しんでいただけたらと思っております。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渡でした。